サナティップへの期待。日本代表のとの試合ですとか ACL 見る限り攻撃はもう間違いなくやれるなっていうのは感じたんですけど、運動量の部分と守備の部分がどのぐらい J リーグに適応できるかは、正直ここまで速いスピードで慣れるとは思わなかったな、そういう意味では非常に早く、適応したと思いますし、彼にその能力があったというふうには感じています。狭い局面でも、彼であれば、打開できますし、ドリブルだけじゃなくて、彼は判断早くボールを動かすこともできるので、そういう意味では非常に日本のサッカー合ってるのかなと思いますけど、タイのメッシって言われますけど、なんかメッシっぽくないですよね。なんかイスコとかそういう感じなのかなと思います。そのチャナティップは昨日帰国、今日のドーム練習に合流しました。疲れも見せず、いつもの笑顔で調整は順調。さあ今日のジュビロ戦、どんな戦いをすればいいか、コウタさんに注目選手と見どころを挙げていただきました。ドーレ君持ってくれています。吉原コウタが見るジュビロ戦はこうだということで、まず注目選手です。はい、注目選手は何といっても今チャナティップ選手ですね。キレのあるドリブルだったり、ボールキープ、そしてスルーパス、十分 J1 でも戦えることを証明してくれている彼の戦いぶりっていうのはすごく注目ですし、あとはね、チャナティップ選手に自分でこう決めるところまでいけるかっていうところも見てほしいですね。彼の成長っていうのは札幌でもっともっと開花すると思うので、このドリブル突破スルーパスなんかはもういいんですけども、そこから切り込んでシュート、タイのメッシと言われるぐらいですから、メッシのようにゴールまで行ってほしいなと思います。そうですね、はい、ただタイ代表でチーム2週間離れていました、はい、コンディションちょっと心配ですよね。そうですね、疲れもあると思いますけども、華奢なんですけどもタフな選手なんで、その辺は問題ないかなと思います。はい、楽しみです。7月末から8月にかけて新しいコンサドーレグッズがたくさん発売されたということなので、今回はコンサベースに来ちゃいました。今日は一緒にお話をしてもらうのがこちら店員の阿部さんになります。よろしくお願いします。お願いします。とコンサドーレのグッズ新商品たくさん出ていると聞いたんですが、7月から8月は夏休み期間ということもあって、多くの種類新商品が出てます。なるほど。そしてやっぱり新商品の中で気になるのはあの選手のグッズですよね。そうですね、7月から新加入したチャナティップ選手のグッズ、種類もたくさん取り揃えています。ぜひ見せてもらってもいいですか。はい、こちらです。あ、たくさんありますね。そうなんです。あ、これはキーホルダーですね。はい、アクリルキーホルダーですね、はいはい、こちらがイラストバージョンのものと、こちらはタイの国旗とコンサドーレのフラッグがデザインされたものになっています。なるほど、これどっちにしようか迷っちゃいますね。そうですね、これはやっぱり両方買うしかないですね。はい、そしてもう一つ、はい、こちらも2種類デザインがあるんですよね。そうなんです、本当はもう1種類あったんですけれども、はい、人気ということでちょっともうこちらのデザインしか今販売してない状況になってます。なるほど。他にもタペストリーとかミニフラッグとかタオルマフラーとかたくさんあるんですね。はい、そうなんです。やっぱりチャナティップ選手のグッズって日本以外の国のお客さんも買いに来られたりしますか。はい、海外からの観光客のお客様がチャナティップ選手のグッズまとめ買いしていくこともあって好調です。なるほど、やっぱりチャナティップ選手が活躍してどんどんグッズの売れ行きもね伸びるといいですよね、はい、私たちもグッズをたくさん買って応援できたらなと思っています。ちょっとチャナティップの選手の話があったので、はいはいはい、ぜひちょっと1個俺は嬉しかった話、うんうん、チャナティップ選手に本当に心を奪われた逸話があってですね、はいはい、先日ちょっと取材をすることがあって、チャナティップ選手と通訳さんを介して、はい、すごい真摯に練習終わった後にもかかわらず、うんうん、たくさん喋ってくれて、はい、それだけでも疲れてるのにこの子偉いなと思ってて、若いのにと思ってて、で取材が終わりました。で結構長かったね、もう向こうも疲れてる時に、うんはい、でチャナティップが今18番つけてるけど昔俺はこのチームでつけてたんだよって言ったら、なんて言ったでしょうか、なんて返ってきたでしょうか。光栄ですみたいなことですか。光栄ですって言うと、あ、まあ、ちょっとやっぱりね俺からしても、うんうんうん、いや嬉しいけど、はいはい、俺のこと知らないじゃんってなるでしょ。あ、なるほど。でも、はい、チャナティップ選手の返した言葉っていうのがもう本当素晴らしい、うん、誰も
こう不快に思わないようなハッピーな言葉だったんですよね、はいはい、これが何て返したかというと、これは俺がつけてた番号だったんだよって言ったら、うん、あ、そうなんだ、僕は運がいいですねって言ったの。それ分かる、そのさ、分かる、分かりますよ。なんか僕は運がいいっていうのは、うん、なんか、あ、そう、すごい嬉しくて、コウタさんのこと分かってないと出ないですよね、その言葉は。いや、分かってないからこそ、うん、あえて、その、いや、そうなの、嬉しいっていうことよりも、うん、なんか、あ、そうなんだ、あなたみたいな人がつけてくれて、うんうん、のつけれて運がいいっていう、なんていうのかな、このニュアンス、うんうん、ちょっと難しいけど、うんうんうん、誰にも不快にさせない。例えばオーバーにさ、うん、あ、そうなのって言ったら、じゃあ、あ、すごい嬉しいですって言われても、うん、あ、知らないでしょみたいな、うん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 、なるでしょ、うんうんうん、でも運がいいですみたいな感じでさらっと、なかなかね、出てこないですね。そうそうそう、あの若さでね、うん、そういう言葉が出てきたっていうのがすごい、こうほっ、 その日一日も気持ちよく過ごせたっていうかね。あ、なるほど。なんかチャナティップ選手、あの笑顔とか見てても、うん、絶対いい人だなっていう感じはしますけど、はい、そういう話を聞くと、あ、やっぱり本当裏切らずに、はい、そうそうそう、本当にいい人なんだなっていうのが分かりますね。本当にね、もう礼儀も正しいし、うん、日本のこと大好きですし ね、 ね、ありがたいですね。チャナティップ選手がね、一個ね、日本の人、うん、ファンのサポーターにすごく感動してた話もあって、うんうん、あのファンの人が写真撮ってくださいって言うでしょ、はいはい、それが素晴らしい。タイの人はもう勝手に撮るから、はい、ちょっと信じられないですけどね。そうそうそう、でもみんな、うん、コンサドーレのファンとかは本当に毎回写真撮っていいですかって聞いてくれるから、うんうん、それだけでも本当にこう心が休まるっていう話もしてましたよ。いやー、うん、嬉しいですね、はい、そういう話聞けて。へえ、そうなんだ、はい、いいですね。そして今回お邪魔したコンサベースさんからこちらのプレゼントもいただいちゃいました。じゃん、すごい、チャナティップ、ソングラシン、こちらチャナティップ選手プリントタオルマフラーを抽選で2名様にプレゼントいたします。ご希望の方はマイジェイコム内プレゼントページからご応募ください。たくさんのご応募お待ちしています。いいね、これいいですね。俺もこういうの作ってって欲しかったな。こういうね、グッズの進化してます ね、 ね。でやっぱりこう、うん、タイの人とかがね、この白いゴールドパークとか来たら、はいはい、やっぱ買っていくよね、これ。